あなた、嫁がよ、この前、皿洗い手伝ったわけ。そしたら嫁がよ、ええ、お前いつもなんか中途半端に残すな。わじられてさ。俺は全部洗ってるつもりだよ。けど、ええ、お前手伝うために毎回何か残すな。怒られた、また。ダメらしいよ、ほんとに。あの、中途半端にやるなって言うわけ、いつも。でも俺は全部やってるつもりだよ。だけど嫁は、ええ、お前、手伝うのはいいけどよ。なんでしゃもじいつも洗ってんば。しゃもじだけ残すな。ええ、聞いてるか？しゃもじだけ残すなって。しゃもじも洗えって。これどうするの？こんなで、ほんとに。何か手伝っても絶対怒られる。まあ、中途半端にやるなっていうことではあるんだけど、皿洗い手伝ったら。ええ、手伝いするのはいいけど、お前中途半端に残すな。こんなで、お前。結婚したら大変なんだから。今日も何か相談事が来ているんですか？何ですか？夜帰ってくるのが遅いのは分かります。仕事とか友達付き合い、仕事付き合いなどで帰ってくるのが遅いのは分かるのですが、なぜ連絡しないのでしょうか？連絡してくれたらご飯だってその時間帯に作れるし、何度言っても連絡してくれません。男ってそういう生き物なのでしょうか？ほう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 。まあ確かにね、男性って結構連絡に疎い方が多いですからね、比較的に。まあ、マメな人もいますけど、そういうことで一切揉め事になったことがないんだけど、むしろ、了解とか返事いらないからって言われるぐらいの、もう相手からしたらもう了解って、もう送った時点で了解だから、もう分かってるから、了解とかいちいち言うな。そんなレベルなんだけど、まあ連絡、来ないんだったらしてみた方がいいし、しても返事来ないんだったら、もうそこに関してはもう分かりましたと。あなたはもう連絡してと言ってもできませんので、なので私としては理由としてはこの時間帯あなたが帰ってくるタイミングでご飯作っておきたいし、出しておきたいし、この冷めたものも出したくないし。だからその時は申し訳ないけど、自分で作って食べるか、もしくは冷たいものを自分で温めて食べてください。で、もうそこに対しての私ストレス抱えたくないので、で、はっきり言った方がいいと思う。そこはもう本当にお互いの歩み寄り、思いやりが大切だから、旦那さんもその気持ちを分かった上でそれをやってくれないんだったら、ちょっと思いやりが欠如しているというか。だから、まあそこに関して、まあ奥さん側もストレス抱えてほしくないし、たかたかそういうことでね、抱えてほしくないから、まあ私はもうあなたが変わらないと、じゃあ私はここを変えます。なのであなたそれ適用してくださいね、ぐらいで。まあ旦那さんに合わせるではないですけど、やった方がいいかなと思う。けど、俺もめちゃくちゃ一個いい方法知ってるわけ。そういう時は、一回抱けばいいよ。そしたら問題解消。一発。一発ってのは本当に一回だけやれって意味じゃないよ。一発で問題解消するっていう話。もう旦那が言うこと聞いてくれないんでしょ？そしたら一回抱いて、そしたらもう、いつでも帰ってきていいよ、そのタイミングで私ご飯作るさってなると思う。そういう時は、営んだらいいよ。なに、YouTube にも相談が来ていると。営みがない夫婦はどうすればいいのでしょうか？その理由にもよるかもしれませんね。夫婦になったら家族になるから、そういう性の対象として見れなくなるみたいなのはあると思うんだけど、男性が男性を磨いて女性が女性を磨くべきかなっていう。営みがなくなった原因もあると思うんだけど、例えば毎回同じ工程だとか、はい、ここ来たら次ここ来ます。はい、この後こうしますみたいな順番がもう出来上がってしまってたら、それは飽きるよねっていうのもあるし、あとこのまあセックスレスですか。セックスレスの原因って、俺はちょっとよくわからないんだけど、おそらくだけど、同じ工程でやってたか、もしくはこれ女性側に言えることなんだけど、裸を見せる時間が長いかなっていう。その終わった後も裸で過ごす時間が長い。タバコ吸って、お互い裸でベッドで過ごしたりとか。ではなくて、どんなに好きで可愛くてもうたまんない、あなたの裸見たくてたまんなかったんだ俺っていう男性でも、もう何回も何回も見てたら飽きがきますから。ってなったら、まあ浮気にも発展するし、他のちょっと女性抱いてみたいなとか、その数も減るかなって、もう魅力的に感じなくなる。おそらくダイヤとかさ、渡されても、
毎日毎日手に取って見てたら飽きてくると思うのよ。ってなった時に、やっぱ他のダイヤ欲しくなると思うし。ってなったら、じゃあ裸の時間をどうしたら少なくできるかって言ったら、もう終わった瞬間にすぐ、パッパッパッ。こういうことですよね。そしたら、あ、男性側もこの心理的に、あ、これ当たり前じゃないんだ、見るの。って思うだろうし。だからまあ一緒にお風呂入るとかもいいんですけれども、そういう、なんだろうな、浮気とかセックスレスのリスクを減らしたいのであれば、できれば一緒にお風呂とかも極力避けた方がいいのかなと、個人的に。で、今もその営みがなくなってしまっているので、いい方法が一個だけあるんですよ。やったらいいんだよ。今営みがないんでしょ？やったらいい。相手から誘うか、どっちから誘うか分かんないけど、やった方がいい。あ、なんかちょっとセクシーな格好してみるとか、まあ2、3ヶ月長期で見てダイエットして、ね、魅力的な私どうというアピールをするのか、男性側がその努力をするかは分かりませんけれども、営みがないんだったら、ちゃんとその、営む時間を作る、シチュエーションを作る。それが一番よ。子供たち実家に泊まらせて、たまには2人でデート行こうみたいな。お家帰ってきてお酒飲んで、ね、あの、くっついてみたいな。そういう雰囲気作るよ、雰囲気作るよ、は言ってるのは。そういうことです。やったらいいんだよ。Yeah, boo-boo.